こんにちは。お天気をお伝えします。こちらは今の根室の様子です。強い風に乗って雪が降っているようです。この後どこで雨や雪が降るのか見ていきましょう。この後十勝や釧路地方の雨雲は東へ抜けていきますが、オホーツクや根室地方では夕方6時頃にかけて雨や雪のところがありそうです。オホーツクでは夕方までに山間部で10センチから15センチ雪が降りそうです。根室地方は吹雪時間もあり、うっすら雪が積もる見込みです。では今の帯広の様子見ていきます。こちらもどんよりとした雲に覆われて地面も濡れています。時間ごとの天気道央と道南です。日差しが乏しく、気温が昨日よりも大幅に低くなるところがあります。札幌は昨日より6度も低い10度の予想。冷たい北風をシャットアウトできる服装がおすすめです。太平洋側です。根室地方は夕方まで吹雪と雪で吹雪時間もありそうです。気温は根室で3度止まりと寒さ対策が必要です。帯広は雨が止むものの、最高気温は昨日より2度低い9度でしょう。道北とオホーツク海側です。東北は大きな天気の崩れはないものの、旭川の最高気温は昨日より8度も低い8度の予想です。オホーツク海側は市街地でも雪が3センチから5センチくらい降りそうで、路面の状態にお気をつけください。最後に週間予報です。明日は各地貴重な日差しが届きそうです。昼間は気温が上がりますが、風に冷たさが残りそうです。土曜日から天気はぐずつき、荒れる日もある見込みです。土曜日の午後は各地で雨、雷雨となり、日曜日は雨が雪に変わって、月曜日は吹雪くところもありそうです。